今回のガンツでは鹿児島県鹿屋市にあるここ鹿屋航空基地からお届けします。この基地にはいくつか部隊が所属しているんですが、今回はここ第211教育航空隊と第212教育航空隊からお届けします。ここでは何をしているかというと、ヘリコプターの搭乗員を教育しております。それでは早速行ってみましょう。211教空では PH-135 という訓練機を使って学生が訓練を行います。格納庫内では整備員が業務で使用する機体の整備点検を行ってくれています。窓の汚れまでも拭いてくれるんですね。点検が終わると機体にタイヤを装着して搬出してくれます。さあ、機体の準備は完了です。さて、こちらでは学生と教官がブリーフィングを実施しています。彼らは山口県にある小月教育航空隊で、操縦士になるための基礎的な知識、操縦技術を取得する教育課程を修業した学生で、哨戒ヘリコプターの操縦士になるため、より専門的な知識と技能をこの211教空で身につけます。最終的にウィングマークと呼ばれる操縦士の証となる記章の取得を目指します。ブリーフィングが終わると、次はエプロンに向かい、訓練で使用する航空機を点検します。学生はバディと一緒に点検、一人が点検用のチェックリストを読み上げ、もう一人は読み上げられた箇所を順番に確認していきます。目で見て、触って、作動させて、不具合箇所がないか確認します。機体の上部も下部も入念に確認します。さっき整備員が点検したからいいじゃないということではなく、パイロットとしての目線で改めて確認するわけですね。教官は学生の点検を監督しながら、間違った点検方法を認めた場合は指導します。万が一不具合を認めた場合、すぐに整備員に連絡します。点検の結果、不具合はなかったようですね。予定通り訓練が実施できるみたいですよ。おや、他の機体では教官が機体をチェック中です。一人前のパイロットになると、こんな風に一人で機体を確認するようになるんですね。チェックリストも頭の中に全て入っているというわけです。では航空機に乗り込み、訓練開始。まずはエンジンスタートです。機内と機外のコミュニケーションは手先信号で行います。指を立てて左右に振っていますが、この合図はエンジンを始動するよという合図です。ゆっくりと上昇しました。まずはこの高さを維持しながら、離陸する位置まで浮上したまま移動します。決まった高さを保ったまま移動するのは、とても難易度が高い操縦技術だそうです。方向転換がスムーズにできました。離陸位置に向かって進みます。学生は管制官と通信しながら、自分の目でもしっかり周囲を確認し、安全確保に努めます。さあ、離陸位置までやってきました。管制官と通信し、離陸許可を得たら、もう一度安全を確認して離陸します。離陸です。ゆっくりと高度を上げていきます。ある程度の高度まで上昇したら、右に旋回、
鹿屋航空基地がきれいに見えますね。左には鹿屋市の街並みがはっきり見えていて、天気がとってもいいですね。視界良好。このまま進入経路に入り、着陸体制を整えていきます。体勢が整ったら、指定された着陸位置を目指し、高度をゆっくり下げていきます。さあ、最初の着陸です。無事に着陸と思いきや、教官から指導されています。何の問題もなく着陸できていると思ったのですが、教官にはまだまだ練度向上が必要なレベルのようです。次は整地されたところではなく草地に着陸する訓練です。今度は機体前方を上部に傾けながら風圧を利用して着陸訓練をするそうです。この訓練は万が一操縦困難な状態に陥った際に衝撃をいかに減らして着陸するか、テクニックが求められる操縦技術のようです。ここで機首を上空に向けて草地に向かって降下します。着陸、うまく風圧を利用した着陸ができたようです。今日の操縦訓練はこれで終了です。お疲れ様でした。今回の缶詰はいかがでしたか。学生たちはこのような訓練を重ね、いずれ重要な任務に従事していくんですね。そして次回は第212教育航空隊から、同じくヘリコプターの操縦士を目指す学生の訓練の模様をお届けします。最後まで動画を見てくれてありがとうございました。海上自衛隊に入りたいと思ったら、この動画がいいと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録を、せーの、よー。